今回はですね、カレーのくつろぎヒューヤムテです。これは大阪グラボリカラボリから世界合言葉に進化し続けるスパイスカレーのパイオニア的存在の人気店で、大阪に3号店、東京下北沢に1店舗、展開していると。で、空洞店、中之島洋服店、旧ヒャムなんとかと下北荘に2018年4月にあるらしいんですね。で、今でもあるということなんでしょう。で、牛豚カレー、キーマカレーですね。では、食べていただきます。結構このね、牛筋がここにあるんですが、不思議ですね。なんかこうワインの、赤ワインのような味がして、で、このうん、6種類のうん香りがあって、これはこれで結構いける味ですね。で、こうなんかちょっと細長い、なんだろうな、最初あのごぼうかなと思ったんだけど、なんかキノコもあるし、確かに爽やかな味ですよ。何なのかちょっと分かんないんだけど、このやつが多分ごぼうかなと思うんだけど、でもなかなかごちごちしても、牛筋がほんと細かくなってて、これがこれで美味しいですよ。キノコの柔らかさもあるし、これなんか独特のね味がして、そこにちょっとお酒が入ってるような感じ。でもこれは味わいとしてはよく、結構だね。さっぱりとしてるし、まあ辛いんだけど、そんなにものすごい辛いってわけでもないですね。ほんとこうしっとりとした辛さっていうか、まあそういうところがこれのところの非常に良いところだなというふうに思います。どうもありがとうございました。